店舗外観ジンズ香港東港上店株式会社ジンズは研究開発から生産販売まで一貫して展開するメガネブランドジンズを運営する会社群馬県前橋市に本社東京都千代田区に東京本社を置きショッピングセンターや駅ビルを中心に店舗を運営2020年8月末時点で全国415店舗中国167店舗 米国5店舗、台湾31店舗、香港6店舗、フィリピン5店舗を展開している。1987年4月、田中人氏が信用金庫勤務を経て、群馬県前橋市で、服飾雑貨製造卸を本業とする、ジンプロダクツを創業。翌年に有限会社 JIN を創業する。2000年、田中人氏が友人と韓国に出かけた際、1本3000円ほどで、 売られていたメガネを喜んで購入する友人の姿を目にしてメガネという商材に関心を持つ。一年後の2001年には福岡県天神にジーンズ1号店を開店してメガネ製造小売へ参入する。当時のメガネ店では価格が数万円単位だったが企画開発、製造、販売まで分業されていた工程を自社で一貫して行う SPA モデルを構築。 一本五千円という価格、そして当時は完成引き渡しに数日要することが一般的だったところレンズを在庫し、即日に仕上げるというスピードなど、業界常識を覆す、画期的な低価格メガネとして、全国的に業績を伸ばした。業界参入後は、既存他社も格安均一価格点を拡大するなど、市場競争が激化したが、 デザイン性に優れたメガネやファッションとしてのメガネなど、常識にとらわれない斬新な発想が功を奏し、わずか5年で大商ヘラクレスに株式上場した。上場後も順調に業績を伸ばしていたが、同業体のメガネブランドが増えたことに加え、新たに打ち出した店舗が不調に陥り業績は急降下。そこにリーマンショックも重なったことで、 一時は株価が50円を割り込むほどの危機に陥った。その頃、代表の田中人氏が、ファーストリテイリング会長兼社長の柳井忠氏に面会し、志のない会社は、継続的に成長できないと劇を受け、すぐに役員を集めて、戦略策定のための合宿を実施。メガネをかけるすべての人に、よく見えるよく見せるメガネを、市場最低、最適価格で、新機能。 新デザインを継続的に提供するという戦略にたどり着く。2009年に高品質の薄型非球面レンズを標準装備、どのような度数でも薄さでも、追加料金0円、ニューオールインワンプライスという料金体系を打ち出し、同年、医療用特殊素材を使用して重量が、通常製品の3分の1およそ 10g の F レイムシリーズを発売、野をジンズに統一し、 広告宣伝費を一気に投入。以降、エフレイムは累計販売本数2000万本を超えるヒットを記録している。2011年にディスプレイが発するブルーライトを軽減させるジーンズ PC を発表し、視力が良くメガネをかける必要がなかった人が目を守るためにメガネを使用するという新たなシーンの開拓に成功した。 革新的な商品に引っ張られるように既存商品の売り上げも伸長した。2013年5月に東京証券取引所第1部に上場。2013年度の販売本数は550万本となり、メガネの販売本数日本一に躍り出た。企業姿勢としてメガネの規制概念にとらわれることなく常に新しい価値を生み出すことを重要視しており、 見るというキーワードを軸に研究開発やエビデンスの開発を行っている。2011年にブルーライトから目を守るジンズ PC、目を乾燥から守るジンズモイスチャーを発売。ジンズ PC は代表取締役田中人氏がパソコン使用時の目疲れに気づいたことがきっかけで研究開発に着手。ブルーライトの存在が知られていない段階から産学連携で ブルーライトが目に与える影響や、それをカットするジンズ PC の効果を研究している。ジンズモイスチャーは、ドライアイの人口が増えていることに着目し、慶応義塾大学医学部との共同研究で、メガネフレーム内の水タンクからの自然蒸散による保湿効果で、ドライアイを緩和するメガネを開発した。その後、2012年に、目とフレームの隙間最小化を図り、 花粉を98%防止するメガネ、ジンズ花粉カットを発売。2013年2月にはアイウェアメーカーでは類を見ない R&D 室を組織内に発足。本格的にイノベーションに向けた研究開発や山岳連携の姿勢を強める。2014年には世界で初めて三点式眼デ位センサーをアイウェアに搭載したセンシングアイウェア。 ジンズミームを発表。目線やまきの強さを測ることを可能とし、集中力や眠気の可視化に成功。2015年には用途に合わせて、ブルーライト軽減率の異なる3種類のレンズをラインナップしたジンズ PC の後継、ジンズスクリーンを発表。メガネの概念を変える革新的なプロダクトの開発に努めている。 2018年1月には、初となる1日使い捨てコンタクトレンズ、ジンズ1デーを発売。2020年10月には、カラーコンタクトレンズ、ジンズ1デーカラーも発売された。2020年12月、ジンズ花粉カット、ジンズモイスチャーをそれぞれ、ジンズプロテクト、ジンズプロテクトモイストにリニューアル。また、飛沫を92%カットする、ジンズプロテクトプロも、 新たに発売された。禁止のない世界を目指すとして、2019年8月、禁止進行の抑制に効果があると考えられている。光、バイオレットライトについて、慶応義塾大学の坪田和夫教授が代表を務める慶応義塾大学医学部発ベンチャー、坪田ラボと共同プロジェクトを開始。世界で初めて、禁止進行抑制メガネが大量機器の開発に着手し、 医療機器分野への本格的な事業参入を目指すことを発表している。田中一志自身は視力が良かったが日常生活で旅なしメガネを用いながら新規商品を企画していたというエピソードも存在する。実店舗だけでなくメガネのオンライン販売にも注力しており世界に先駆けて2007年に個人に合わせたド付きメガネを扱う本格的な EC サイト ジンズオンラインショップを立ち上げた。どなしパッケージタイプもある、ジンズ PC のヒットと共にユーザーを伸ばした。2015年2月には、スマートフォンで自由にメガネをデザインできる、パーソナルオーダーサービス、ジンズペイントをスタート。現在は、アプリ PC でもデザインできる。2016年3月には、高精度 3D、試着サービス、ジンズバーチャル FIT を開始し、 2016年11月には人工知能による機械学習を取り入れたメガネのレコメンドサービスジンズブレインを始めた2019年11月にメガネをかけたままメガネを試着できジーンズブレインの機能も搭載したサービスメガネオンメガネを渋谷パルコ店でローオンチした2020年10月にはアプリや LINE でメガネを購入し店舗でさっと受け取れるプレオーダーサービス クリックゴーを開始し、デジタルによるサービス強化を推進している。プロダクトのこだわりとして、デザイン性と掛け心地の両立を追求している。2017年、世界的なデザイナーと協業することでメガネを本質からデザインするジンズデザインプロジェクトを開始。第1弾はジャスパー・モリソン。その後、コンスタンティン・ガーシッチ、ミッシェル・デ・ルッキー、アルベルト・メダ。 ロナンエルアンボルジャッケと続いている。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、デジタル機器を学習ツールとして使用する機会は増える。中、子供たちの目を守ることを目的にテックキッズスクールと共同で見る、イくプロジェクトジンズ、テックキッズスクールを2018年よりスタート。2020年からは、メガネをオシャレにファッションに取り入れて輝いている、子供たちを表彰する。 キッズメガニスターワード2020を開催。環境対応素材のショッピングバッグを導入するなど、環境に配慮した施策を導入している。2017年12月、集中を図れるデバイス、ジンズ・ミームから誕生した新規事業として、世界一集中できる場所をコンセプトに、新クラブイー橋店をオープン。その後、新会社、株式会社新クラブを設立し事業を本格化。 2020年には、新クラブを潮止め、新クラブ銀座オープン。ビトゥービー、ブタックの事業展開をしている。2015年4月に、新ブランドビジョンを、マグニファイライフを掲げ、顧客層と商品構成、VMD、接客方針を大幅に見直す方針を打ち出した。それを実現する姿勢を、プログレッシブ、インスパイアリング、オネストと定めている。 2017年4月、社名を株式会社 JIN から株式会社ジンズに変更した。2019年7月1日にジンズの事業を2018年5月28日に設立した株式会社ジンズジャパンに称号変更に九州分割により承継し、称号を株式会社ジンズホールディングスに変更して持ち株会社体制となる。これにより株式会社ジンズは アイウェア事業、コンタクトレンズ事業の、ミルエと、事業ドメインを再設定することになった。株式会社フィールグッド、広報4株式会社ジンズノーマ広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集。ありがとうございます。